はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第141回でございます。で、今回テーマが出産、そして YouTube への思いと、で、サブテーマ5月6日元気な男の子が生まれました、そしてもう一個が溢れた思いですといった感じで喋っていきます。で、ひとまずもテーマでね、わかるように、あのサブテーマにも書きましたが、5月6日おとといですかねに、元気な男の子が生まれました。詳しいことはね、お話ししませんが、ちょっとね、2人目なんですけど、1人目よりは少しね、ちょっと奥さん大変だったんですけど、頑張ってくれて、一応母子ともにお母さん、うちのね、奥さんも、子供も元気に、はい、終えることができました。すごくたくさんの方からツイッター、YouTube のコメント、あとメールとかでもね、こう心配していただいたりとか、応援メッセージいただきました。伝えれる範囲では結構奥さんにもコメント見せたりとかして、すごい、ね、奥さんも喜んでましたので、本当にありがとうございました。2児のパパですね。これで男2人なんですけど、子供が。はい、男2人、家族4人ですね。これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ、そちらはね、ちゃんと報告したかったっていうことと、あと、まあ、ちょっとこうね、やっぱり、節目というか、こうね、昨日じゃない、今撮ってるのが5月7日なんですけど、まあ、昨日ね、奥さんがこう付き添って、で、赤ちゃん生まれて、で、ね、抱っこして、まあ、いろんな思いが溢れ出るわけですよ。で、すごく嬉しかったのは、その思い嬉しかったし、それを一応、ツイッターの方にもね、まあ、報告しようと思って報告させてもらって、もし、あれだったら、ツイッターの方に赤ちゃんの一応写真ですね、生まれたばっかなんですけど、写真、載っけてありますので、右下にある、ハイチでね、ひらがなのハイチで検索してもらえれば出てきますので、まぁ、ちょっと見てもらえたらと思うんですが、すごく、たくさんの方から、お祝いのメッセージをもらって、自分一人目の出産の時、まぁ、息子、みなちょ先輩ってみんなに呼んでもらってる息子がいるんですけど、3歳の。の時は、泣かなかったんですけど、二人目の時は、まあ、泣かなかったですけどね。泣かなかったですけど、すごいうるうるしてて。で、皆さんからもらったコメントをちょっと時間経ってね、落ち着いてから確認したら、それで泣くっていう。たくさんの方にやっぱり支えてもらってるんだなっていうのを改めて思いましたし、自分のことではなくって、自分の奥さんのこととか、まあ、自分の子供のことをすごい、ね、いろいろこう、あったかい、言葉で包んでくださったのが嬉しくてね、本当にありがとうございました。で、なんでそこでね、そして YouTube への思いにつながる、まあ、それを喋ろうかって思ったかっていうと、これ実は、テーマとしてね、喋ろうと思ってたことなんです。で、その YouTube への思いっていうのは、今 YouTuber の方で結構動画上げてる方も多いですけど、先日、どっかの会社がやったアンケートで、小学生かなの将来になりたい職業の3位かなんかに YouTuber が入ったんですよね。で、まあ、テレビとかでもそれが議論というか、なんかいろいろ言われてたりとかさ、まあ、YouTuber の方が動画上げてたりしましたけど、それについて喋ってくださいっていうのを結構言われてて、で、まあ、それを喋ろうと思ったんですが、まあ、今回、まあ、このこともあって、それについて喋るわけではないんですけど、メインとしては。ただ、まあ、YouTube の思いというか、まあ、自分の活動の思い。で、改めて、まあ、頑張ろうっていうすごい気持ちに、今回ね、自分の子供を見てやっぱり思ったので、そう、それをちょっと、溢れたまんまに喋ります。だから、すごいね、こう、まとまってない感じになるとは思うんですけど、まあ、もしよかったら、もうね、もしよかったらってもう4分近く喋ってますけど、お付き合いください。で、まあ、いろいろね、思い返してって、まず、自分の親のことをね、ちょっと思い出したんですよ。で、俺、育ちが、てか、出身は福岡なんですけど、福岡県生まれで、で、転勤族だったんで、父親が。で、いろいろ転勤をしてって、小学校上がる前に群馬県に引っ越して、小学校1年生からずっと群馬で過ごして、で、まあね、小中高。大学は東京まで群馬から通ってましたけど、って言ってて。で、実はね、自分、小学校の時、自分の親の、てか父親ね、の職業を知らなかったんですよ。教えてくれなくて、母親が。で、中学校の時に教えてくれたんだけど、絶対に人に言うなって言われてたのね。そう。で、あんまり自分、そこをね、今思うと結構ピュアだったと思うんですけど、あまり気にせず、ああ、そういうもんかって思って、気にも留めてなかったんですけど。で、まあもうね、今その仕事してないし、もうね、俺も31になってるんで、全然いいと思うんでね、ちょっと喋っちゃいますけど。消費者金融に勤めてたんです。まあ、どこか会社は言わないですけど、そう。で、やっぱ消費者金融って、今でこそそんなね、ブラックなイメージはないですけど、当時はすごいね、まあ、お金を貸すところとか、で、取り立てとかそういうイメージもあるので、
で、その俺がいじめられると、それを言うと。で、母親が気にかけてくれて、で、言うなと。そう、言った、その運びがあったわけだよ。でも、今ね、それも高校の時だったっけな、中学、中2か中3忘れちゃったけど、で、初めて職業を聞いて、で、まあ、調べるじゃん。それが何なの、調べるかね、何なのかって聞くか、情報を仕入れてきた時に、自分は別に恥ずかしいなんてみじんも思ったことなくって。で、今もね、この年になっても、自分は父親のこと誇りなので、そう、尊敬してるし、心から。ね。普段ちょっと親父って呼んでるから、親父って言いそうになっちゃったけど、今。そう。尊敬してるし、だって、すごい大変な仕事なんだよ。そう。今ね、一緒に飲み行ったりして笑い話で聞くけどさ、当時こうだったんだよ、みたいな。いや、正直俺絶対無理だもん。働けない。そう。大変すぎて。精神的にも肉体的にも。で、そこで頑張って、俺と妹を育ててくれたわけでしょ？あと奥さん養ってね。家族養ってくれたわけじゃんか。で、正直、うちの父親って、まあ、群馬から東京までね、父親も仕事で通ってたのもあるんですけど、朝6時半ぐらいの電車で行って、夜12時ぐらい終電とかで帰ってきてたの。毎日。で、ほぼ顔合わせない生活してて、俺。そう。だから土日もゴルフの接待とかでずっといなかったから、ゴルフ、早く帰ってきたら日曜の夜一緒にご飯食べるみたいな。の感じでね。そうそう。だから今思えば、ものすごい忙しい生活をしてくれてたんで、激務の中働いてくれてて。で、俺はね、その父親と母親がちょっと若い時に結婚してて、若い、まあ今ではそうでもないかもしんないけど、23で結婚してて、うちの親。で、24、ん？母親は23の時か。に俺が生まれてるんだけど、そう。だから、ね、俺はもう、俺27で結婚したんですけど、でもそれを考えてもやっぱすごいって思うんだよね。だから、もうなんだろう、恥ずかしいのでみじんももないし、今この話もしてるけど、その消費者金融だったんだ、ってきっとバカにする人もいるかもしれない。ね、心ないことをネット上で書く人は多々いるからさ。今ちょうどこれね、ダラダラジオ喋る直前にツイッターですげえ今ね、アンチのコメントがあってね、おお、来たって思って今ちょっと喋ってるんですけど、でもまあいろんな方がいらっしゃるんで、まあいろんなことね、思われるかもしれないですけど、誰が何と言おうと俺は父親は誇りに思ってる。母親もね、誇りに思ってるから、尊敬してるし。で、なんでこの話をしたかっていうと、YouTuber として一応まあ、本職も一応ありますけど、自分は。でも、ほとんど YouTuber の、YouTube の活動をもう収入のメインとしてやってるんですよ、今は。ちょっとこっちの査定がやっぱり時間を取る、忙しすぎて本職を減らしたので、だいぶ。で、まあよく言われるのは、その、YouTuber が、父親が YouTuber なんて恥ずかしいですねって。よくそんな、なんか、危機として語れますね。っていうか、よく言われるんですけど。自分は恥ずかしいとは思ってないんです。YouTuber、自分がこのやってる活動は。で、YouTuber っていう一括りにされたときに、まあ、ほぼ、多分 99% ぐらいの方が、まあ、有名な YouTuber の方の動画、そういう活動を思うと思うんです。面白い動画。ちょっと、なんだろうな、はっちゃけたことやってみましたとか、笑いを取るような動画とか、いっぱいあるじゃないですか。あえて名前出さないですけど、ここでは。あとはゲーム実況とかね。まあ、どちらかといえば娯楽ですよね。だから楽しいこと、ふざけたことやってお金稼いでる人たちと、やっぱり思われがちなので、まあ、いろいろね、いろいろ言われると思うんですけど、別に自分は、まあ、好きなことで生きていくってね、ちょっと前に YouTube でありましたけど、まあ、自分は本当、教育が好きで好きでしょうがないし、教育と子供が好きなので。で、塾講師をやってて、すごいその今の教育がこうこうこうっていうわだかまりを感じて、で、今やってるこの YouTube の活動は、自分が今したいと思ってる教育っていうかなりベストに近いものに近いのね。子供たちが好きな時に勉強できる。登録とかも必要ないから、好きな時に好きなだけ見れるじゃないですか。もちろんネット環境が必要ではありますけど。で、しかも自分の意思で何回でも見れる。そう。ね、親の許可がいらない、とかいらないじゃん。お金かからないし。そう。だから、そういったことを考えても、そうだね、恥ずかしいとは思わない。で、自分の子供が将来成長した時に、もちろん成長した時に YouTube があるかわからない、それは。時代なんていくらでも変わっていくし、ね、YouTube がなくなることもあるだろうし、可能性としてね。そう。だって、俺が小学校とか中学校の時、小学校の時か、携帯とかスマホなんてありえなかったんだよ。想像もしなかった。
もうなんかその未来を描いた漫画とかに出てくる世界だったの、そんな話は。でもそれが当たり前の世界になってて、世界どこでもネットで繋がることができるでしょ。だから時代なんてわからない。みんなが今聞いてくれてる学生のみんながあと10年大人ね、成人した時にどうなってるかなんてわからないし、でも、うん、自分が信じた教育を信じる、死ぬまで、うん、なんか繋ぎ通したいなとやっぱり思ったの、改めて今回自分の子を見た時に。で、まあ自分はゲーム実況もやってるんで、それがもしかしたら恥ずかしいと言われるかもしれない、言われるかもしれないけど、でもやっぱり好きな教育で自分が信じた道を邁進していくことが、それを背中で見せることが自分の子供に対しての一つのいい教育になるんじゃないかなと思ってるし、で自分はね、ツイッターとか、あとは結構もうちょっとで丸4年になるんですけど、この活動丸4年になるんですが、昔から俺のことを知ってる方はね、俺悩んでることとか落ち込んでるのを普通に言っちゃうの、最近言わないようにしてますけども、でもツイッターとかでは昔すごい言ってたりね、そう、もう本当に激へこみしてる時とかも、でもへこんだり悩んだり泣いたりする姿でも、それをへこんで愚痴り続けてたらかっこ悪いじゃん、それは違うと。だけど泣いたりへこんだりするけど、でもそれを踏ん張って前に進んでいくよって、で頑張っていくから、そういう大人もいるぜっていうのを、自分の子供、今は自分の子供って話をしましたけど、こう自分を慕ってくれる学生のみんなとか、あとは動画をね使ってくださる皆さんに見せることが、少し何かの影響、いい影響に与えられたらなというのは、この活動を始めた時からずっと思ってて、そういう存在になりたいなって。いつか話をしましたけど、自分はね、大人になりたくなかったんです。すっごい学生の時に。なんでかって。みんな愚痴るんだもん。そう。やだ、めんどくさい、辛いって。そう。愚痴を言ってる大人がすごく多かったから、あ、大人ってつまんないんだなってすごい思ってた。いや、なりたくねえって。辛いんじゃん、しんどいんだ、みたいな。でも実際なってみて、もちろんあるよ。辛いことなんてたくさんある。嫌なことも。でも、俺学生に戻りたいかって言われたら戻りたくないもんね。今が一番楽しい。一番充実してるから、今が。で、そうやって、まあ大人って、大人子供って分けることもナンセンスかもしれないけど、この、まあ、31歳、30代に入って、その30代っていうこの年を、まあ悩みながらね、泣きながらかもしれないけど、でも楽しそうに生き生きと、ね、こう、なんだろう、迷いながら進んでいく姿を見せれて、それを何か感じてもらって、あ、私も頑張ろうって。あ、俺も将来の夢目指して頑張ろうって。ちょっと大人って楽しいんじゃねえかなって。うん、思ってもらえたら、俺が生きた意味というか、こうやって活動した意味があるのかなと思っていて。いや、自己満だよ。わかってる。自己満足なんだけど、こんな俺の。でも、そうなったらいいなってすごい思ってます。はい。だから、まあね、ちょっと、その、なんだ、最初に出した YouTuber が3位っていうのは、別にどうでもいいの、俺からしてみたら。そう。で、よくね、そんな仕事じゃないとかいろいろ言われるけど、楽して金稼げず、ね、言う人多いよね。楽して金稼げないんだけど、本当は。そう、まあね、そうやって楽して金稼いでるように見える方がいるのかもしれないけど、すごい努力されてるし、で、個人的には、じゃあ上げてみたらいいんじゃないって思うんです。そう、楽して金稼げる。って思ってる方、やってみなよ、ひとまずって。そうそうそう。で、多分3ヶ月やってみて、何か感じるよ、とは思ってる。ただ一個だけすごい危惧してる。まあ、懸念ね。もうすごい気にしているのは、犯罪とかさ、良くない動画を上げて再生数を稼ごうとする人が出てくるのが怖いだけ。すごく。例えばね、その、結構前に、じゃがりこにね、そう、なんだっけ、つまようじだったっけ、忘れたけど入れてみましたとかさ、動画上げたりとか、ね、万引きしてみ、ね、ましたとか、犯罪だよね。そう。ね、友達にカツ上げしてみましたとか、動画上げてるやつがいたわけだよ。で、そういうのが蔓延するのが怖いだけ。そうなってほしくないなって。YouTube のイメージがすごく悪くなってるから、今。でも、楽しい場所でいいじゃん。そう。楽しい場所であってほしい。笑える場所とかさ、元気が出る場所っていう。であったらいいなと思う。まあ、自分はね、そういう動画を上げてないですけど、そう。自分は、なんか、ちょっとね、勉強が楽しくなったとか、点数上がった、合格したって、
ちょっとでも役に立てれば、俺はそれで嬉しいので、まあ、これからも変わらず、ね、まあ、みんなの時間をもらうので、動画を見てもらって、楽しいね、面白い動画を見たいところを我慢して、勉強動画をこうクリックしてもらってるから、うん、見てよかった、あ、わかりやすかった、テスト出たよって、思ってもらえるような動画をね、これからも撮って、撮り続けて、で、もちろん多分自分の意思も変わっていきます、きっと。これからやりたいことも変わっていくかもしれないし、でも、やっぱり学生の時に一生教育に身を捧げるって決めた気持ちは、今10年経っても変わってない。きっとこれは変わらないと思います。ただ、他のものに興味は出てくると思う。こういうことやってみたいなとか。で、動画を上げる本数が減っていくとかもあるかもしれないけど、でもやっぱり、ホームグラウンドじゃないけど、自分を育ててくれた場所はやっぱりここに YouTube にあるので、ここを拠点として、これからも頑張っていきます。自分の信じた教育をね、貫いて。で、それが、世の中のニーズに合わない、必要とされなくなったら、その時考えます。はい。そうなる可能性もいっぱい、十分にあるからね。そう。だから俺が1年後、2年後にはもう名前なんて知られてないことになってるかもしれないし。でもそれは自分の努力次第で、いくらでもね、方向は変えていけると思ってますので、ひとまず、頑張る。はい。ごめん、16分も話してる。ごめんね、超話してしまいましたけど。まあでもそんな思いを持ってこれからもやっていきますので、今年じゃないね、これからも、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はハイチのダラダラジオ第141回、出産、そして YouTube への思いというテーマで喋らせていただきました。長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はですね、まあいつもでまあテーマちょっと決まってないんですが、とあるイベントがちょっとありまして、皆さんが参加できるイベントではないんですけど、それの感想をですね、言えたらなとちょっと思ってるんですけど、はい。ちょっと、すいません、再来週ぐらいか。まだね、決定ではないんですが、また何か喋りますので、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。